さあ解説していきましょう。次の図は長方形を組み合わせた図形ですと、図形の周りの長さを求めなさい、この周りの長さを求めてくださいと言ってるわけですね。簡単じゃねえかと、こんなもんね、18足す16足すみたいな感じになるわけですね。ここら辺の長さ分かってないわけですよ。さあどういうふうに求めましょうかね、どういうふうに求めましょうかね。これでもね、やっぱね、求めることできるわけですね。どうすればいいのかっていうと、移動させるんです。ここの線をで上にワープさせてみましょう。ワープさせてみましょう。同じようにここの縦の線をでこっちにワープさせてみます。そうすると、本来ならばここ足す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 ここっていう風になってたんだけど、これってさ、これはこっちに、これはこっちに移動したわけだから、よいしょよいしょ、この図形の周の長さを求めなさいっていう問題に変わりましたよね。これって何ですか？ただの長方形の周の長さを求めなさいって言ってるだけですので、縦と横足し算してかける2っていうふうにすればいいわけですね。ということで 34×2 ですから 68cm っていうふうになるわけですね。はい、ということなので、まあ、これね、基本的な考え方で、結構ね、この図形の周りの長さを求めるときにワープさせるっていうテクニック、非常によく使いますので、ぜひね、知っておいてください。